こんにちは、未暴録チャンネルの瀬山です。ひめくりじゃ。ちなみに侍でござる。それでは早速始めます。本日5月28日は伊勢物語の主人公とされる平安時代のイケメン歌人在原の業平が亡くなった日です。イケメンか、早く紹介しろ瀬山。はい、今回紹介するキーワードはこちら。まずは最初のキーワード、六花仙です。在原の業平は平安時代の歌人で、父母ともに天皇の血筋を持つ高貴な家柄でしたが、クスコの変という朝廷のお家騒動で皇族の身分を失い、冷遇されるようになっていきます。その代わりに業平は和歌に情熱を注いで多くの歌を詠んだため、平安時代の優れた6人の歌人六花仙や代表的な36人の歌人36花仙に選ばれています。ちなみに平安時代の歴史書日本三大実録で在原の業平はイケメンで自由奔放に生きており、勉強はできないがいい歌を作ると評されているでござる。家柄のいいイケメンミュージシャンみたいな感じか、ないことか。祖父が総理大臣ですし、イメージは近いかもしれませんね。女遊びはしてないと思いますが。では続いてのキーワード、伊勢物語です。在原の業平は多くの女性と情熱的な恋愛をし、古今和歌集にも業平の恋愛の歌が30首載せられています。そして伊勢物語では業平をモデルとする主人公が様々な華やかな恋を繰り広げ、違う時代に生きたはずの小野小町との恋愛物語まで創作されています。違う時代の実在する人物に恋愛をさせるとはすごい妄想力じゃの。漫画やアニメが好きな国民性は1000年以上前から健在なんじゃな。ちなみに伊勢物語の作者については諸説あり、在原の業平自身が記した自身と周囲の人を詠んだ歌や背景を後世の人々が加筆し整理したのではないかと考えられているようでござる。では最後のキーワード、ちはやふるです。伊勢物語は読むにしても少しハードルが高い気がしますが、我々庶民でも親しんでいる小倉百人一首の中に在原の業平の有名な歌があります。ちはやふる、髪をも聞かず立つ田川、からくれないに水くくるとは。紅葉の名所奈良県の立つ田川の情景を詠んだ歌です。おお、人気漫画ちはやふるじゃな。在原の業平の歌が関係しておったのか、知らなんだわ。ちなみにちはやふるは神の枕言葉で、ちはやぶるなどと評され、神の霊力は千の岩を破る勢いを持つという意味のいちはやぶるから変化した言葉と言われるそうでござる。平安時代を代表する歌人となった在原の業平は元暁4年5月28日に死去しました。享年56。歌以外の主な経歴を挙げると、クロウド、馬の神、ウコンエのゴンの中女などを経て、クロウドの塔となっています。何を言っとるのかさっぱりわからん。日本語を喋れ、クソメガネ。